さあやっていきましょう。スーパーロボ実況パート2。もう淡々と上げていくから、この実況をまた。淡々とね、面白いか面白いでないかとか関係なしにね。淡々と、俺がただ淡々とスパロボをやっていくだけの息抜き企画。これも息抜き。マグネチックニューニーも息抜きなのに、このスーパーロボまで息抜きで、もうずっと息抜いてんじゃんっていう。いいんです。現実がね、現実がちょっと息抜けないから。この迫真が多いな。ちょっと、ね、立ち絵の時はちょっと嫌だったけど、これ、この顔いい。かっこいい。あ、ちょっと、ダメだ。リオ、脱出できたのか？応答してくれ！反応がない、まさか、そんなバカな、リオ、応答してよ。してよはダサい。してくれ！って言ってくれ。どうしてこんなところにいるんだ？ヤザン。勝てるわけねえだろ、ヤザンとかさ。同じマーク2でもあの機体の方が上かもしれん。通りにジャガマイカンがあれを欲しがるわけだ。こちらは魔王社所属のアザラシです。遠方軍のモビルスーツを応答してください。チッ、パイロットが乗っていたか。出機場をダッシュしろ。それと最悪の場合パイロットを殺しても構わんぞ。どういうことなんだ。なんで僕が連邦軍にこんなところで殺されたって何の証拠も残らないよな。ニョスキー粒子が散布されてるし。復帰バイの動かし方が僕の頭の中に入ってくる。いい、別に。頭の中に入ってくるのは基本的な操作方法など必要ない。いけるぞ！やってしまえ！どうなの？復帰バイ。あ、復帰バイマーク2なんだ。へぇ。グラビティウォールってのが標準装備で入ってる。念動力レベル2。努力のみ。努力のみ。チャクラムシューター、フォトンライフル、ライトソード、ツインバルカン。強くなさそうだけどな。とりあえずこのコロニーのところに陣を張るか。とりあえずコロニー。ウィーマラサイ攻めてこない。やつらは手だれだな。これはエウーゴ。妙だな、ティタンズがこんな中域にいるとはな。偏見艦長、相手がディターンズならあの機体を救助した方がいいだろう。おそらくあれはヒュッケバインタイプだ。ならば EOT が使われている可能性が高い。はあ、EOT 頼めるか。隊了解した。アポリー注意、調子はどうか。コックピットが違っても3日もあれば自分の手足にすることができます。ロベルト、自分たちはマニュアル通りの訓練などやっておりません。それで一年戦争もくぐり抜けてきたんですから。その過信は自分の足元をすくぞ。確かに。はレコア、濃いメンツが来てるな。ヤザンはこれ、あれ、この現時点ではあのクワトルがシャードとは知らないの。声でわかるじゃん、声で。赤い、これもここに置こう。配置、ビームピストルを使う。多分一発じゃ倒し止めねえと思うけど、集中ひらめきか。まあ当たっても大丈夫でしょう。ビームピストルを使う。ほい。まあね、スパロボアルファの特徴というかね、戦闘シーンはご覧のようにね、3D でございます。まあリックディアスがやったらまあ悪くねえな。ちょうどいいぐらいだ。ただね、いかんせん、まあマラソンでも悪くねえな。言うほど悪くないでしょ、言うほどね。言うほどね。ただね、動きがなんか硬いんだよな。もっとさ、もっと動きが、こういうの固まってんだ、この時に。この時にちょっとこう、上下動するとかすればさ、一気にこのなんか、臨場感が出てくる。なんでその固まってんだろうな、努力。フォトンライフルを使う。多分死ぬでしょ。フォトンって何？実体フォトンって何？てねねねね。こんなかっこいい曲だったかな。僕がやらなきゃダメなんだ。なんて声だよ。なんて声してやがる。これは主人公失格だな。女みたいな声してやがる。なんだぞ。弱っ。弱っ。いろいろと弱いな。HP2500 しかないし。
ショタみたいな声出してやるな、主人公くんが。ショタみたいな声を。とりあえず、基本的な配置で。基本的な配置でいこう。偵察のみ。まあ、こんなとこかな。こんなとこかな。根性のみ。ああ、もうまさに序盤の、スパロボの序盤って感じがしていいね。これはもう終盤になってくるとドッカンドッカンバトルみたいな感じになるからね。フォトンライフルを使う。もういいでしょう。一回見せたフォトンライフル。1580固定だな。チャクラムシューター使っていこう。戦闘シーン飛ばさない方がいい。あえて飛ばさない方がいい。てねねねね。じゃあもう飛ばさないにしよう。飛ばさない方向でいこう。かっこいい。マラサイはかっこいい。マラサイのこの肩の部分ってさ、ダブルゼータの肩と同じ？違う？よかった。外れてくれた。声が、ショタみたいな声しとるぞ。まだ終わりじゃない。この声好き。この顔好き。この迫真顔好き。かっこ悪い。ヨーヨーじゃん。超電磁ヨーヨーじゃん、それ。超電磁ヨーヨーなんですか。どうしよっかな。これは、ああ、射撃武器。チャクラムシューターは近接武器。フォトンライフルで倒そう。あ、努力忘れた。やっちまったな。僕がやらなきゃダメなんだ。声がどっかで聞いたことがあるような声だな。そんな気がしない？しまった。直撃か。直撃です。このね、スパロボアルファはちょっとね、他のスパロボと違うところがあってですね、何体か以上を倒したらステータスに反映されるんですよ。その熟練度みたいなのが溜まっていって、だから、そしてそれが射撃武器か近接武器かによって、格闘かによってそれがまたちょっと違ってできてて、だから近接ばっかりで戦い続けると近接がぐんぐん伸びていくみたいな夢のシステムが搭載されていましてですね、だから一つの機体ばかり使い続けるのがいいというのがこのスパロボアルファなんですね。だから例えばルールカを使い続けまくってたら、ルールカがめちゃめちゃ強くなってクワトロよりも強くなるっていうね。いやー、バズーカ感出てる。いい感じ、重い。ただちょっと当たった後の、当たった後がちょっとダセい。これ一旦挟まずに打ってほしいよね。耐えた後すぐにもうベシュッと打ってほしいよね。シーン切り替わらずに。当たりませんよ。当たらんそうだ。だからまあ基本的には、基本的にっていうか、もう基本もクソもないんだけど、基本もクソもないんだけど、一つのキャラクターを中心に使っていこうと思う。うん、びっくりした今。びっくりした今。ピコピコって何かと思った。 LINE でした。閉じとこう。閉じとこ。ラインでした。打っていいよね。フォトンライフ打っていこう。ラインでした。パソコンでラインを開いておくとね、ピコピコって言うんですね。なぜスマホじゃないのかと思うけど、まあ、パソコンとスマホのねデータ転送に楽なんですよね、ライン。意外にね、ラインキープに、画像とかね、写真とか上げとくと、データを上げとくと、どちらでも共有できるんです。ただ一つ気に食わんのは、スマートフォンとアンドロイドの間でラインを共有できないから、アンドロイドのタブレットとかでね、共有できないのがね、一つね、気に食わん。めちゃくちゃ気に食わん。アンドロイドのスマホと、Windows のパソコンみたいな感じで、パソコンとスマホは、一つずつアカウント持ってるんだけど、タブレットは持てないから、当たって死ぬっちゅうことはないよな。打っとこう、フォトンライフル。ひたすら、
主人公が無双してるけど。てってんててん。つうかあれだな、俺あの別にスターンズの BGM も聞きたいよ。よかった、外れてくれた。声情けなさすぎる。パソコンとさ、スマホのデータ転送で何使います？まあ Google ドライブ使えばいいんだけど、なんかちょっと画像とか入れて Google ドライブとかもどちらかの嫌だなみたいな。なんだぞ。クイックピックっていうアプリもね、なんかいいなと思ったけど、Windows の方に入れてないし、パソコンの方に入れてないしな。うん、メールとかで運ぶのはもちろん論外として、何で運ぶのがいいのかなっていうね。USB で繋ぐもまあ一つ手だけど。セーブしないでいくよ。ノーセーブでいく。死んだら死にっぱなしでいくよ。外れたら外れっぱなしだな。怖いね。もうゲームオーバーしたらさ、それももうそこでシリーズは終了っていう感じでいこうか。あえて。ちょっと面白くない？もう、ほんと積んだら終わりみたいな。まだ初めての手合わせなのに、なんか、語ってる。バイアランってさ、バイアランじゃねえわ。あの人なんだっけ？ギャプランか。ギャプランってさ、宇宙大丈夫だな。地球用のモビルアーマーだ。可変モビルスーツだと思って。ギャプラン、これね。ギャプランは後に TR5 とかいう、なんかあの、連邦カラーに塗り替えられて TR-5 で合ってるね。あれかっこいいよね。なんのこっちゃって思うわ。違う。うわ当たった。まだだ。これなら別に死なない。問題ない。これぐらいなら別に死にはしないがちょっと気になるところだな。一歩下がるのがいいか、当たるか。メインメガ粒子砲 33% は当たるまいな。ちょっと当たらんじゃろうな。33は一応修理。この手は間違いかもしれん。ユッケバインのが先に死ぬかもしれんけな。今の失敗かな。アポリには根性があるけど、偵察、どっちもだな。どっちもあんま大したことないな。ビームピストル、命中率 50%。まあ、外れたら外れたでいくよ。で、落ちたら次。じゃあ、こうしよう。こういう縛りはどうしよう。どうだろうか。落ちた機体は次のマップで使わないっていう。はっ、外れた。なんなの、子供の間合いって。落ちたら次のマップで使わないっていう、そういう設定でいこう。音が違う。外れた。熱いな。てかギャブランが強い。寄るか。距離を詰めていく。ビームピストルの射命中がプラス40、70分。あんま変わんない。まあでも、射撃と命中どっちがどうよ。射撃の方がいいね。しょうがない、これはしょうがない。死ぬか、ロベルト。てれれれれれれってねーねーてねーねー。おお、当たった。おお、まあまあダメージを与えるじゃないの、ロベルト。あんまりそのクワトロと変わんねえというのが。クワトロさんとあんまり変わんねえ。うお、圧か。ギャプランの圧か。そんなに効かんでしょ実際。おお、そんなに効かない。もう一発これ食らっても耐えられるわ。実際ギャプランってどうなの？武器性能。あ、ビームサーベルの方が強い。でも、ヤザン自体が、ね、射撃の方が強いもんね。まあ分からんな。そう、これがそんなに影響する。あれなのか分からない。どっちが強いかな。
72%、 78%。 72%、 78%。 意欲が500違うから、まあこっちかな。当たっても死なんと思うけど。チャクラムシューターを使う。よくもそんな無抵抗の輸送機を。あなたそれでも軍人なんですか。熱いな。あなたそれでも人間なんですかって。あれ、人間なんですかって今言った。そんな人間なんですけど、人格声がちょっと。チャクラムシューター、ショタ声じゃのう、ショタ声じゃのう。なかなかショタコンお姉さんに受けそうな声を。外れる。ほんまに死んじゃうぞ。おお、よかった外れてくれた。まあ、当たっても多分一発は耐えれたと思うけどな。一発ぐらいなら。いや厳しい。もう逃げるんじゃね。まあ、逃げたら逃げたで、そういうストーリーということで。いやークワトロすごいな。こう見ると防御反撃ってなんだろう。あ、確定当たるけどってことだな。まあ確定当たるけどだろうな、きっとな。 15% じゃ当たらんよ。てー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 。当たっても死なん。 15% なら、うん、よけよける。甘いな、甘い、甘い。スピードワゴン並みに甘い。うんうんうん。1299、1299。そろそろ撤退するか。しない、しない。した方がいいんじゃないかな。そろそろ撤退した方がいいんじゃないかな。アポリのパイロット能力は射撃の方がいい。やっぱビームピストルだな。こうなったら、こうなったらビームピストルを使う。 54%。 戦闘シーンは飛ばさない、縛りするわ。うん、やっぱそれも含めてスパローかなって思うし、この間俺がそれだけの喋りをできればいいんだろ。たとえ戦闘がその将棋みたいなね、このおい。ヤザン、ヤザンの回避率よ、回避力よ。あれ、次の一発で死ぬぞ。アポリーはさてどうしたもんかな。クレイバズーカーだと、あ、クレイバズーカー行こう。集中あるか、あったはず。集中でクレイバズーカー、これで行こう。オッケーオッケーオッケー。多分ギリギリ死なとは思う。多分ね、死なんのかな。1900のクレイバズーカーで相手の HP が1900だ。クリティカルとかだったら死ぬか。 99% さすがに当たるでしょう。ズドドン、どう、あれ、なんで1000しか効かんの。え、どういう理屈。当たらんけどな。うん、そうそう当たるものではない。そうそう当たるものではないらしい。さて次が賭けだな。これ外れるときついぞ。どっちがええかじゃな。当たる確率から言うとこっちか。ツインバルカンという手もあるが、いや、ほとんどないけど。 78%。 これ外すのは痛いぞ。これ外すのは動画的にも痛いぞ。19分59秒来て、9秒来てる。
アニメとかだったらこう当たるところだ。やるときはやるんだ。声がどうだ。よっしゃ、当たった。死んだか。バカ。俺クレイバズーカより魅力が高い。どうする。あ、そうか、クレイバズーカってもしかして宇宙適性が低いんかな、かな。適当なこと言うな。理想的な展開じゃないこれ。レベルが一気に8まで、一気に8まで上がったぞ。現在1。艦長、パーソナルトルーパーの収容を完了した。ご苦労だった。クワトロ隊パイロットは無事なのか。ええ、すまんが君、所属部隊と生命をっていうんかな、マオインダストリーのアザラシ遅刻、アザラシ遅刻の遅刻のところカタカナに漢字してたから、カタカナしてよかったな。もしは月にある。アナハイムエレクトロニクスとは違うの。なぜ乗っていたのか。ヒュッケバインか、ヒュッケバイン、その名前聞いたことあるな。軍属のパイロットの間ではバニッシングトルーパーと名され恐れられていきたいだ。そう、 EOT 本格的にもう喋りが、でもまあ、でもこの辺のストーリーをしっかり読んでいくか。なんだろうな、スパロボのストーリーってあんまりさ注目してみないじゃん。あえてゆっくりやってみるか。なんか動画的ななんか面白さとは考えずに、ただそのスパロボを楽しんでいこう。一点なんか方針転換だな、読んでただけだったのに。地球へ向かわせておきながら、まあ護衛なしって怪しいよな。普通護衛つけるよな。このなんかもうその無造無造というかさ、地味猛烈がバッコする宇宙海域でさ、宇宙域でさ、ただ輸送機のみでこんな危ない機体を運ばせるのって怪しくない？危なくないっていう。先ほどの部隊はティターンズ、ジオン軍の事前残党狩りを目的とする連邦軍の特殊部隊だ。なんか濃いおっさんばっか乗っとるな、英語には。つまり地球至上主義者によって結成された秘密警察なのだ。へえ。地球から宇宙を支配する権力者たちの先兵だと思ってくれ。言いようだけど、まあ。まあね。ほとんどがアースノイドだ。スペースノイドに対してアースノイドって言うんだね。要するに、輸送機をね。新型のヒュッケバイマーク2を奪うために。なるほどね。宇宙ではティターンズに協力するものは少ない。おそらく君の会社の誰かが情報をリークしたのではないか。うん。リンマオシ。他の思惑があったに違いない。一方的な攻撃を受けました。宇宙共有者に圧勢を強いている連邦政府やティターンズに対抗して結成された。反地球連邦組織、政府組織、エウーゴだ。エウーゴって言い方俺間違ってないよな。ユーゴじゃないよな。ユーゴじゃないよな。エウーゴでいいよな。だったら小さくにする必要ないんだけどさ。うん。このまま口を閉ざし、月へ戻るか。それとも我々英語に参加して男女戦うかな。だが我々は現在作戦行動中だ。どちらにせよしばらく行動を共にしてもらうがならんがな。他の生存者はヒロインシス。悲しいな。悲しいな。もうヒロインが死んでしまったと。まあ実際まだ宇宙空間でなんか攻撃を受けて生きてる可能性なんてほぼゼロだよな。もっと悲壮感漂ってもいい。なんか心の奥まで生きてるような感じがしてるけど。ということで7200資金あるけども、ここまでとします。パート2ね、見てくれてありがとうね。こんなしょうもない動画をね、なんとか面白く動画をしていきたいけど、それがまあまだ何も思いついてないので、まあこんな感じでいきます。ほな、スパロボアルファ実況パート2でした。ほなまた。